よし。くれる引きまーす。こんにちは。こんにちは。どうも、平坂のお呼びです。そう、すいません、ちょっと。なんだ。あ、これか。ブルブルって言わないようにしたい。これ。はい、どうも。平坂のお呼びです。寒いです。知らなかって、ね、あのなんかアイルランド民謡なんだっけ、こんな寒い、荒野な感じが、まあ、日本ですけどここは。からずっとここで練習してましたというわけで歌います。あ、ジョーさんこんにちは。寒いですね。寒波です荒野に立つ感じですね。調子はどうだい？混沌としてトントン拍子で。思い出す限りの思い出持って思いつく限りの思い描いて今風に吹かれたり今君を思ったり今涙こらえたり今涙こぼれたり橋になって不幸にも幸せと思えなかった拭いされない思いがそこにはあった一人ぼっちでも今誰かを許せなくてもいいんだなくしたものが今ここにある
っと眺めていたら星が動いてた。命の限りで生きる星を眺めてた。今踊り狂ったり、今叫びのたり、今涙からこぼれたり、ございます。よっしゃ。ああ、なんかね、ありがとうございます。混沌と師走はね、師走って忙しくないんだよね、いつも。ここ10年20年ぐらい忙しくないよね。だいたい師走はみんなが忙しいから僕は忙しくないね。いや、いや、まあまあまあ、そんなことは、そんな印象でそんな人生が生まれてきているんだけど、混沌としてますよね変わったらちょっとサンタさんのね、いろいろと役割が、ね、息子になんか ポケカのポケモンのなんかがどうこう言ってよくわかんないですよけど、あのサンタさんのあれもらったんでね、手紙もらったんで ねサンタさんへっていうね、もらったんでね。あ、今日ね、先日一昨日ぐらいにノートってあのそのブログに書いたんですけど、なんかね、昔の曲覚えてたって2016年のブログ、昔ちょこっとだけやってたね。なんか日本でさ、ノートってのがあって、その前になんかそうコンテンツ分けられるブログ欲しいなって思ってた時に、なんかアメリカのミディアムっていうのをやってたんですよ。それがまあ英語圏の中でしか流行ってなくて、なんか日本人いないからやめたんだけど、そこにねちょこっと書いてたブログがさ、あの平魚泳ぐで検索したら出てきて、あ、懐かしい歌覚えてたって言って言うのを2016年に書いてて、あ、この歌好きだったなっていうの、ほぼお蔵入りだった歌をちょっと今日やろうかなと思います。2016年のブログだから、それより前に作って多分2008年ぐらいとか、そこら2000、もっと前かな20代ですね、20代にしては、今歌うために作ったんかなっていういやー、歌います、生き残り。こんな季節にまだいたんだね。
僕のこと覚えているかな。懐かしい気分で話しかけようかな。調子がいいときゃ気がつかなかったくせに、今さらどんな顔すりゃいいんだろう。嫌われも役立たず、誰にも触られずまだ残ってた。随分変わった。それほどたくさん季節流れたね。僕のこと覚えているかな。燃えかすになってここにあるんだな。僕のこと覚えているかな。覚えてるはずがないよな。変わったけど変わってねえなって。思いました。ねえ、なんか亡くなって亡くなって残ったものみたいなね、そういうものばっか拾い集めてるかな。ねえ、失って失って残ったものがあるっていうことをよく歌ってます。この、ここで生きていくっていう歌をライブ配信で歌ったことあったっけな。結構あの企画もんで作ったんだけど、24時間ライブっていう企画がで、それで深夜の音出せない時間帯でみんなで残った人たちで作曲するって言ってね。それでまあ 3.11 やったら2011年12年の秋だったんですけど、なんかみんなでおちゃらけた歌にしようかと思ったけど、いやーやだなーって思っていい歌を作っちゃいました。ここで生きていくっていう曲聴いてください。蔵出し名曲。
に行く君とよく似た誰かと出会う君を誰かと歩く君を忘れてゆく風がほっぺをなぞるあなたに気づくいつか終わる命で生きる僕がここにいる行くって歌だったんです。ありがとうございます、ここで生きていくっていう歌です、なんかねこの曲もすごくヒットしてうちわでっていうかなんか京都で演奏した時にすごく気に入ってくれる人がいてそれでこれピアノで楽アレンジしてしなんだっけ合唱コンクール小学校の合唱コンクールで歌いたいみたいな話があってああいいねって思って小学校中学ぐらいがいいよね中学生ぐらいがいいかな このツイキャスライブも週に2回、前日ぐらいに行ってましたけど、もうちょっと見てくれる人いないかなっていうのはもうどうしようもないことなんですけど、ただちゃんとそこで宣言はしてもっと早めに言おうと思って1週間前に予告みたいなのは出そうかなと、なんつうんだろう、なんだっけ、ちょうど流れてきた YouTube でさ、岡田斗司夫さんが言ってたんだけど、売れる、売れないってことは受動体だからできないけど、やるっていうことはできるっていうね、なんかそういうことを言ってて、そうだなって思って、そこにどれだけコミットするか。っていうのはやっぱ大事だなって思いました、自分がどう生きるか歌うし、歌う機会があればあるほど、
僕の歌を歌う機会があればあるほどやっぱり、歌の中に入っていけるので、僕がそしてみんなも、みんなと共にやりたいなっていう歌を歌っていきたいなって思ってます。はい、さて水曜日にもやります。そんであと24日のね、今度の日曜日にクリスマスイブはね、それ奈良の、奥さんの実家に帰るのでね、そこでクリスマスパーティーみたいな子供たちのね喜ばせるためのね、あれはあれなんで、夜いやどのか、とりあえず3時に抜け出して、奈良のどっかでやろうと思います。法隆寺の近くなんですよ。法隆寺あたりなんですよ。イカルガです。イカルガ、イカルガだね。いいんだ。まあそこら辺なんです。関西に帰ってもいやライブとかは決まらずあ、フェリーでライブします。フェリーで演奏します。阪急フェリーで演奏して、行きと帰りに21日の木曜日と25日の月曜日に演奏して、帰ります。それはちょっとね、何やろか、それで結構ね、もう一般人の通りすがりの人たちに喜んでもらう、喜んでもらわなく、当たり障りなく やらなきゃいけないんでね、そこちょっと緊張しますね。何やろうかな。どこへ行く？近道をしてたどり着いた。おいしい草を見つけたよ。道に迷って見つけたよ。スタートとは違ったゴール。君がこんなに美しかったなんて。これまでもこれからも幸せな道がずっと続いている。ここからもどこからも幸せな道がまた夢、ずっと胸の内忘れてたことを思い出した。思いの通り道が見えてきた。思いの通りだった。なんだ最初からあった、それはここにあった。ずっと待ってていてくれたんだね。これまでもこれからも幸せな道がずっと続いている。ここからも
かしい気持ちで目が覚めた。あの夢は叶ったのかな、なかったのかな。あったかい気持ちで会ったなら今日で会う。新しい一日のありようにも、ありがとう。ありがとうございます。いや、作っといてよかったいや俺作っといてよかった。ほんとなんかどんよりしてたんだけどそう歌っちゃってるからさ、歌に教えてもらってます。あと1分ですね。そうだな、ライブ、あ、そうそう、今あのもうすぐ、そう奈良行く前に、今日明日明後日でなんとかその新しい音源6曲をローンチ船で出発させたいなって思ってます。まあそのね、サブスクに、サブスク、ストリーミングサイト、スポティファイとかの、なんかその、そこに配信手続きしてくれるところにお願いして、ネットにね、それ音源を渡して、それであちこちにバッてやってくれるっていうね、そういうことを、やります。近日中にやるので、もうすぐ。で、聞けるようになると思います。今ジャケットの絵を描いてます。タイトルが暮らし暮れゆく暮らし